すべてのパズドラユーザーに次ぐ賞金総額200万円パズドラバトルトーナメント、史上最大の賞金制公式大会ラズールチャンピオンシップ開催決定。育成不要、ガチャ不要、対戦に特化した大会指定8チームから1つを選べ、すなわちそれは君のパズル力で勝負が決まる。パズドラで培ったパズル力に自信はあるか。2015年7月、ラズールチャンピオンシップ東京、賞金総額100万円。2015年8月、ラズールチャンピオンシップ大阪、賞金総額100万円。ベスト32に入れば賞金確定。集え、パズル力に自信のある全てのパズドラユーザーよ。マックス村井氏、東京大会参戦表明。